にこの朝早くから映画を見に来てくださいましてありがとうございます。まあ何回でも見ても多分なんだろう、こういろんな深いところまで見れる作品でもありますし、まあ、疲れたなと思って一回休憩していただきながら見ていただければ嬉しいなと思っております。今日はこの後もまだ、あと2回ありますので、まあ、この4人仲良くできたらいいなと思っております。本日はありがとうございました。本日は、お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。僕が映画をやると僕が映画をやるたびに今一緒にドラマでご一緒させていただいている沢口靖子さん、家族の沢口靖子さんが毎回僕の映画を見に来てくれるっていう、この前のライダーも見てあなた素敵だったわねって言ってまた今回もそう言っていただけるように頑張ったので、また皆さんもぜひお時間ありましたら何度でも足を運んでいただいて、ちょっとまた今日もこれ舞台挨拶早かったので皆さん帰ってまた寝てください。本当にありがとうございました。本日は寒い中ご来場いただきましてありがとうございました。僕はこの2から参加させていただいたんですけども、これだけたくさんの方々に見ていただけてとても嬉しく思います。公開になりました。皆さんぜひ何度でも劇場に足を運んでみてください。本日はご来場いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。僕も2からの参加だったんですけども、本当に新鮮で楽しい現場でした。結構暗めのお話が多かったりもするんですけども、内容的にはそうかもしれないんですが、結構もうやってる側はすごい楽しくて、皆様の何回も見てなんか面白さを見出していただけたらなというふうに思いますので、ぜひぜひ会場劇場に足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、そして最後にお願いします。はい、本当に2が撮れて本当に良かったです。1で本当に成功させていただいて、2撮れて本当に皆さんに見ていただいて感謝しております。3に続けてこの映画がヒットするように私も宣伝頑張っていきますので、皆さんぜひ応援してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは出口さん、渡辺さん、東宮さん、溝口さん、千葉監督、ステージ上お客様にサービスをしていただきながらご退席をお願いしたいと思います。皆さん大きな拍手でお送りください。中国俳優陣の皆さんと感謝しました。ありがとうございました。